天神ノルゲイヒラリー卿と共に、天神ノルゲイはチベット人シルパである。エドモンドヒラリーと共に1953年5月29日にエベレストの人類初登頂を達成した。天神はエベレスト山麓のネパール訓部地方の農民の家に育った。エベレスト登頂の頃より長く、記事もここであったと広く信じられていたが、1990年代に、 なって、実際には現中国、チベット自治区内のツェチュで生まれたが、政治的理由により秘密に付されてきたと一部から主張されるようになった。父ガングラミングマと母キンゾムの間に13人兄弟の11番目として生まれた、彼はもともとナムギル・アンディと呼ばれていたが、幼少時にラマの勧めで幸運を意味するノルゲーに改名した。彼の正確な出生日は不明であるが、 健康や作物の様子から遅い5月であったと言われていたという。そして後に本人がエベレスト登頂の記念日であった5月29日を誕生日とすることに決めたという。少年時代、彼は2度家出をしてカトマンズに行き、やがてインド西ベンガル州ダージリンのトゥーソンブスティのシェルパコミュニティに着いた。1930年代、彼は イギリス隊の3階のチベット北陸からのエベレスト朝鮮に鉱山で荷物を運ぶポーターとして参加した。また、インドは大陸の様々な登山に参加し、1940年代初頭には現在のパキスタンにあたる地域に住んでいたこともあった。本人の談によれば、彼の経験した最も困難な登山は、なんだで美西峰で多くの人が命を落としたという。 1947年、イギリス人、アールデンマン、シェルパのアンジェダワと共に、エベレスト登頂に挑戦したが失敗に終わる。3人は、チベットに密入国して、登山に挑んだが、高度6700メートル付近で強烈な嵐に、見舞われ登頂を断言、無事に帰還した。1952年、レイモンド・ランベール率いるスイス島団体の2階の探検に同行した。 これは、エベレスト登頂に、南陸のネパール側から本気で取り組んだ、最初の登山で、当時の記録となる高度8599メートルに、到達した。1953年5月29日、自身7度目のエベレスト挑戦として天神は、ジョン・ハント教探検隊に同行し、ヒラリーと共に、初の登頂成功者となった。下山後は、 インドネパール双方から多くの賛事を受け、一部からは文字通り、ブッダや芝神の再来として崇められたという。二人は予想以上の歓迎に驚かされたという。この時、どちらが最初に頂上に足を乗せたのかは当時、マスコミによって大きな話題となったが、二人はお互いに同時としか答えなかった。天神のる芸像天神は後に、 ダージリンのヒマラヤ登山協会の実地訓練監督に就任した。1978年にはヒマラヤでのトレッキングを提供する天神ノルゲアドベンチャーズを創設2003年現在息子のジャムリングが経営している。ジャムリング自身も1996年にエベレスト登頂に成功している。1963年に外務省の将兵により来日した。 この時は自分の名ノートが日本語の天神と同じだと聞いて喜んだという逸話がある。1964年2月2日に日本産学会の招きで来日したことがある。天神は1986年ダージリンにて死去した。天神は3度結婚している。他にも1953年のエベレスト探検隊に参加した老いのゴンブと特芸などがいる。 ありがとうございます。